どうも、ハイヒデです。ちょっと皆さんにお聞きしたいことあるんですけど、皆さんネックレスとかスポーツ中とかしたりとかしてますか？なかなか多分、サッカーとかだと引っ張ったりとかした時にこう伸びたりとかして、危ないからって言ってしてないと思うんですけど、僕バンデルのネックレス、あとブレスレット、アンクレットしてるんですけど、結構運動中でも使えるし、結構お気に入りで使わせてもらってます。パワーもみなぎるような感じがしてはい、いい感じで使っているので、これだったら練習試合とかも全然外さずそのままつけたまんまできるとは思うので、よかったらバンデル試してみてほしいなと思います。あと皆さんのね、使ってるもし何か他にスポーツで使えるアクセサリー等あれば、よかったらコメント欄で教えてください。で、今日は前に撮った動画で僕の1日の今のスケジュールの話をしたんですけれども、それの説明をしていきたいなというふうに思います。はい、ということで、トレーニング、食事、タンパク質量なんですけど、食事、あと水について順番に説明していきたいと思います。で、今回、トレーニングに関しては、今回の動画で4回から5回ぐらいトレーニングは行っていたと思います。間違いなくコロナの影響もあって、家にいるのが増えて、で周りの、人たちも家にいるのでやることがないということで、ズームで一緒に筋トレやろうみたいな感じで一緒にやっていたのと、あとオンラインでパーソナルトレーナーをやっているので、それで例えば研修だったりとか、研修であったりとか、あとそうですね、自分で練習したりとか、お客さんに教えたりとかして体を動かす機会がかなり増えています。で、そうですね、特にウェイトとかも今はできないので、ほとんどが自重でやっているのが現状になります。自重でやっているって言っても、僕は高1からずっとウェイトフリーウェイトの方をガンガンやっていて、かなり体が硬くなってしまった。その後ね、ストレッチとか全然していなかったので体硬くなってしまったし、ただただ大きい筋肉になってしまった時期とかもあるので、うまくフリーウェイトと自重でのトレーニングをこう織り交ぜながら、やっていきたいと思います。で、パラグアイに行った時にすごい感じたのは、やっぱどうしてもフィジカルの差が大きく感じたので、そこの課題に対して、今回こうやって、パーソナルのトレーナーとして雇っていただいたりとか、あとね、今こういう状況でやるチャンスがたくさんあるので、しっかりフィジカルの面をより鍛えて次の挑戦に向けていけたらいいなと思って。特にやっぱり感じたのは地面を押す能力、しっかり地面を蹴る能力、腕を使う能力、あとお腹周りの体幹はすごいしっかりしていた。あとはインパクトですね、強くバンって当てる能力、しっかりミートさせる能力というか、やっぱストレート、野球選手とかでも言うじゃないですか、ストレートが速いみたいな。ちょっとあんまり野球やってないと分かんないですけど、やっぱ上手いやつとかすごいやつはストレートが速いっていう風な話もよく聞きますし、パラガイドで感じたのはやっぱりストレートバチンってまっすぐ飛ばすのがやっぱり速いです。それを考えると、やっぱり瞬発系のトレーニングとかもしっかり入れていかなければいけないなという風に思っているので、今年1年間かけて、今年は多分年内日本にいると思うので、いろいろちょっと僕がサッカーにつながりそうな他のスポーツをちょっと考えているので、それを自分で実験しながら、この動画通じてやっていければなと思っているので、ちょっと、トレーニングに関してはまた今後内容をもっとね、細かく載せていきたいと思うので、よかったら楽しみにしていただければなと思います。で、2つ目、食事ですね。食事はタンパク質量
をずっと気にして食事をとるように心がけています。で1食あたり大体 20g 今とるようにしています。で、まあ、いろんな説とかはあって、まあ、大体20から30、まあ、あと体重かけるみたいなあるじゃないですか。ちょっと公式忘れちゃったんだけど載せておきますね。公式があったりとか、あと 40g までだったら取って大丈夫とか、すごいね、いろいろやっぱり あるんですよ。でどれが正しいかっていうのは僕も正直わかりません。ただ、まあ、そんなことを言ってないでいいから、とりあえず3時間おきにタンパク質取れって俺は言いたいです結構ね適当っていうか大雑把になってしまうんですけど、やっぱりつべこべ言わずにしっかり 30g、20g、30g しっかり取り続けていれば必ず体にはいい反応が出てくるので、つべこべ言わずにしっかりまず取る、そこからまず始める。 で例えば40取ってずっとね、40ずっと取ってって、脂肪がね、お腹の脂肪とかがちょっとつきすぎだなとか思ったら、もしかしたらタンパク質を取りすぎて、タンパク質っていうのは取りすぎるという脂質に変わってしまったりとかあるので、そうですね、そうなってくるともう少し落としていいのかなというふうには思います。ただだいたい、まあそうですね、いろいろ調べたがりな人っていうのは結構調べて終わってしまうパターンが多いと思うので、とりあえず取りまくれというか、20から30、まあ、多くて40まで毎食取れば大丈夫です。必ずタンパク質量、体に必要なタンパク質量っていうのは確保できると思うので、しっかり取ってください。で僕の動画でおすすめしたんですけど、間食、まあ朝昼晩の間取ったりとかするのは、僕はいつもお腹が空いていなければプロテインで、お腹が少し空いたなと思ったら半熟卵か、鶏の胸肉を食べています。半熟卵は、あれ茹でて、あれ醤油につけてあるんですけれども、醤油でつけるとね、かなり美味しくて食べやすいので、で、めんつゆだともう少し塩分が控えめになるので、よかったらそれでも試してみていただければなと思います。で、鶏肉に関しては結構いろんなね、まあ、あれ自体が、まあ、正直めちゃくちゃ美味しいって言って食べてる人いるんですけど、本当かなってなんかちょっと意地張ってないかなってちょっと思ってるんですけどでも僕は全然美味しいなとは思わないんで、ただそうですね、体に必要だとは思うので取るので、ポン酢をつけたりとか、あとはそうですね、焼肉のタレにコチュジャンでちょっと辛い、ちょっとスパイシーみたいな感じにしたりとか、もちろん塩コショウでも OK だし、クレイジーソルトも美味しいので、よかったら、いろんな味ね試してみてください。多分自分の好きな調味料とかで、ね、だいぶ食べると美味しいと思うので、自分のね合っているものを探してみてください。で3つ目が水、お水の水分量になります。水分量は僕大学生の時からだいぶ意識して取るようにしていて、だいたいいつも2リットル毎日2リットルは必ず取るようにしています。食事の時とかに僕はいつも麦茶を飲んでいます。で麦茶には、カフェインが入っていなくてミネラルが含まれているので、汗かいたっていうか、まあ基本人間って汗かくので、麦茶を取るようにしています。でやっぱり高校3年生の時、僕キャプテンやっていて、まあ、緊張っていうのもあるし、まあ多汗症というかめちゃくちゃ汗かくのもあって、すごいふくらはぎがつりやすくて、前半とかでふくらはぎつっていたりとかして、でもチームでは一番走れたりとかして、練習とかフィジカルとかでは走れたりとかしていて、かなりいろいろご飯の面で気を使うことが増えたりとか、まあ、水分のことかなり気を使っていて、僕が一番効果的だったなというふうに思うのは麦茶
果結構僕的には効いたんじゃないかなと思っていて、まあ、練習の試合の時は必ず麦茶持ってったりとかしていて、麦茶を食事の時は取るようにしていて、それ以外で水2リットル飲むようにしています。で、一つ、問題があるのが水だけバカバカ飲んでしまうと、まず1時間だいたいね1時間の中で小腸で吸収してくれる水の量って決まっているので、そうですね、1回本当100ミリ150ミリ、まあ、多くて200ミリを1回飲んだらだいたい15分20分はしっかり開けてってなると、やっぱりマックスで1時間600ミリぐらいしか飲めないとは思うので、それ以上飲むとやっぱりお腹タプタプになりますし吸収率が悪くなるので、そこはちょっと気をつけてお水飲むようにしてください。あと今水2リットル飲むじゃないですか。ただ水飲むだけだと体内の塩分濃度っていうのがすごい下がるんですよ。まあ簡単に言えば、まあ 100% じゃない、まあ普通に考えて真水を飲むわけですから、自分の体内にある塩分っていうのは薄くなりますよね。でそうなってくるとおしっこだけ水飲んだ分おしっこだけ出てしまうので、しっかり塩取ったりとか塩分チャージとかを取りながら水飲むようにしていくと体の中の塩分濃度下がらずに水分補給できるので、よりいい状態、体がいい状態で入れるっていうかトレーニングなど、まあそうですね、健康状態がいい状態で入れるかなというふうに思うので、ちょっと僕が今言ったようなことを意識してやってみてください。まあそうですね、水分の取り方、足のつらない水分の取り方とか、僕がちょっとだいぶ気にしていることとかも今後暑くなってくるのでまた動画にしていければなと思うので、そうですね、今回はこの間の前回この間載せた1日の振り返り詳細ということで、こんな感じで終わりたいと思います。まとめるとしっかり毎日ね、まあそうですね、1、2回1時間1本は動かして、で3時間おきにタンパク質をしっかり補給して、で水は必ず2リットル以上で1時間以内に600まで塩分しっかり取りながら水を補給していきましょうと、僕は今回意識して一日を生活しているので、よかったら皆さんも何か参考になる部分だけでもいいのでかいつまんで参考にしてみてくれれば嬉しいなと思います。よかったら高評価ボタン押してください。チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。チャオ。